そうですね。あと、まあ、2週間ぐらい、まあ、本当にいい準備しないといけないなっていうちょっとピリッとした感じになりました。そうですね、まあ、新しいチームも、入った中で、まあ、それぞれ目標がある中で、まあ、いい競争できたらいいなっていうふうに思いますし、なでしこリーグを盛り上げられたらなっていう、まあ、やっぱりなんだろう、ね、新たにというか決意を感じました、はい。着実にこうチームがやろうとしていることが浸透してきたかなとは思っています。そうですね、走る戦う、まあ、今まで通りの、ジェフらしいところに、まあ、攻守にアグレッシブにボールを奪いに行くところっていうのを、皆さんに見てもらえるように、そして、まあ、奪ったところからの、攻撃の的な、まあ、バリエーションのところも含めて、見ていただければいいなと思ってます。そうですね、まあ、シーズン18試合、ただまあ本当に一戦一戦かなと、一戦一戦の積み重ねが最終的な結果だなと思っているので、はい、まず一試合一試合頑張りたいなと思います。そうですね、まあ、各チームの戦力的なところもあると思いますけど、まあ、本当に、なんて言うんですか、いい試合ができるんじゃないかなっていう、競った試合が、面白い試合ができるかなと思ってます。いや、もう本当に特にっていうのはないんですけど、まあ、本当にどのチームも手ごわいなという印象ですかね。まあ、タイトル獲得というところを目指してチーム全員でハードワークして一戦一戦積み重ねていきたいと思ってます、はい。